ばんは、まいりんです。東京で暮らす息子と二人で鳥取の自宅に帰ってきました。今日私と息子と夫の三人でふれあい夏祭りに参加しました。私も息子も夫もビンゴゲームに参加したのですが、三人とも外れました。ビンゴゲームの参加賞は3種類から選ぶことができて、私も夫も息子もお菓子を選びました。息子は海外旅行ばかり行って家族3人が揃うことはあまりないのですが、久しぶりに家族3人で遊ぶことができてとても良かったです。鳥取ではイボやロシアリクガメのカメ子も元気でとても良かったです。もし気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。